誰にも言ったことがない秘密は小学校の6年間毎日半袖半ズボンいるやつ。クラスに一人はなんか長袖ってダサくねって当時の俺は思ってた。あ、はいはいはい、 それなら半袖半ズボンで言ってやるよ。冬も冬も毎日、うんうんうん、痛い痛そういうやつ。いなかった。なんでなの。ちょっと引いてるやん。いいじゃん。寒くなかった。え、寒かったよ。でもやっぱ長袖のそのファッショナブルさがなかったからやっぱ。え？ダサかった。今。え、そう。でもそうなのよ。あのね、反動で寒がりになっちゃって。めっちゃ潜んでるやん。反動半端ない。めっちゃ寒がりになっちゃったんだよ。あ、でもちょっとまくってるからね、あの。さすがにちょっと春には暑い。はい、じゃあ次行きます、はい。最近買って良かったもの、うん、防音室、はい、150万。買った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 。一括でレンタルじゃなくて、うん、一括。あのしかも振り込みにしますかって言ったけど、なんかあえて現金にした。俺封筒に入れて渡したらドン引かれた。嘘迷惑じゃない。それが数えるんでしょ。メジャーデビュー組か。金かけてるっすわ。現金のは確かにな。ちょっとそれは引かれるだろ。ちょっとね、ドヤ現金やっちゃったね。え、でもボーイスいいよ、もう深夜でもいけるし。じゃあ最後いきます、はい、10年後の自分に一言、はい、家はありますか。どういうこと。いや、不透明だからね、この業界。活動頑張って、うん、家買っちゃえば家あるんだろうなって。あ、はい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 。そんなに持ってんの。持ってないよ、持ってないよ。そういう違う違う違う、持ってない、持ってない。メジャーは違う。違う、すぐメジャーだ。メジャーこすり。以上、今度焼肉を皆さんに5万円ずつおごってくれるという三枝さんでした。実況担当は私、八代気づく。そして解説は佐々木咲也よ。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。さあ、早速声も聞こえておりますが、気合十分ですね、はい。今回の出場選手は三枝明選手です。解説の佐々木さん、はい、この選手の特徴は何でしょうか。巷ではあの赤いメッシュにパワーが込められているとのことです。あ、なるほど。そこからパワーを放出して素敵な大パン力を見せてくれるんじゃないかと思います。なるほど、メッシュを奪われなくてよかったですね。あと、ここで時間いっぱい、決戦の合図となるブザー音が鳴り響きました。三枝選手、大パンサークルに向かいます。私の取材によると、三枝選手は最近ムカついたことを叫びながら挑戦するようですよ。あ、なるほど、ムカついたこと、はい。それでは三枝選手の大パン力測定お願いします。もうコンビニで冷たいうどんが売ってるの許せない、許せない、許せない、許せない。180。さあ、結果が出ました。三枝選手の記録は180キロ大パン。これマックス999なんですけど、はい、ちょっと、はい、弱すぎますね。冷たいうどん程度では話にならなかったでしょうか。さあ、ふざけてるんでしょうか。はい、こちらスローで見てみましょう。はい、ねえ、こんなに冷たいうどんが許せない。はい、ということで三枝選手、はい、ご感想はいかがですか。悔しいです。あー、やはり。あ、なんかコンビニの冷たいうどんがどうのやとか言ってたんですけど。どうのや、 なんて言ってたんですかね。ちゃんとコンビニにもう冷たいうどんが売り始めてるのは許せないです。あー、まだ3月。俺はあったかいうどんが食べたいのに。それ別に冷たいうどん食べたい人もおるから許せないっすね。逆に今、三枝明を殴りたいです。怒り買っちゃったか、逆に。ということで、ワールド大パンクラシック現在のランキングはこうなりました。以上、解説は佐々木作さん、実況は八代でお送りいたしました。佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。自身のアピールポイント、はいはいはい、1分くらいで寝れる。おお、すごい、マジ伸びたくん、マジマジ。やっぱ配信終わった後横になったらもう次の日よ。終わった後って寝れなくない。寝れない。アドレナリンで。なんかアドレナリン出てる。あ、もう出てんの。出てる。へえ。ずっと入ってないみたいな、やめて。頑張ってるよ。
寝るグッズとかでこだわりある？いや探してる。枕が最近合わなくて。わかる。いいの欲しいなって思って。どこに？もう寝具店。寝具店行ったら首の、あのあれ測られるのよ。そう、首のなんかこの曲がり具合みたいなの測られて、あなたに合う枕これだよっつって。いや、マジで行きます。選んで買います。100行った方がおすすめ。そう、おすすめ。行ったよ、うちも行きたい。いや、なんかいろいろあるよ、枕。枕なんかなんか詰められるじゃん、ちっちゃい輪っかみたいなやつ。はいはいはい、はい、蕎麦柄とかね。そうそう、なんかそんな、え？蕎麦柄とか。蕎麦柄、蕎麦柄。そんな話だっけ。なんかチューブ、チューブみたいなやつだよ。蕎麦柄とか。あれ、蕎麦柄。あれ、そういうことね、蕎麦柄ね。蕎麦柄、何のことかと思った。蕎麦の殻ね。はい。ゲームで振り返って、あの頃を語ろう。発言エモリアル。ということで、ゲストの発言を振り返って、思い出メモリーでエモいエモーショナルをお届けするコーナーとなっております。それでエモリアルなんですね。今週はアルスアルマルさんの発言をご紹介いただきたいと思います。早速ですが、アルスさん、初めてプレイしたゲームは何でしょうか？はい、Wii U のマリオカート8。マリオカート8。結構新しいゲームですよね、比較的。あの、僕異世界から来たんです。なんか昔のゲームとかってよくわからない。あ、なるほどなるほど、そういうことですか。そうそう、だから皆さんにとっては最近のゲームなのかなって感じが。なるほどなるほど。知り合いの家に行った時にたまたまあって、それを勝手に遊んでたみたいな。勝手に。そう、勝手に。無礼ですね。初めてこのマリオカート8をプレイした時ってどのような感想を？言っていいんですか？え、もうやってられっかこの野郎ってコントローラー叩きつけそうになって。無礼ですね。逆走しかしなかった。あの、初めてやるゲームだったので操作がね、なかなか。そう、難しかった。今の自分に影響を与えた部分というのは？そうですね、やっぱり繰り返し練習することによって、上達していくっていう努力の大事さを、ね、身につけましたね。タイムアタック的な、はい、ものとか、ショートカットを 0.1 秒どう詰めるかみたいな。なるほどなるほど、ゲームに努力の大切さを教えてもらったと。なんか初めてプレッシャー感想と全然違う真面目な内容で、ありがとうございます。アルスアルマル、発言へのメッセージ。初めて見た君は人にいろいろと投げつけていました。一つまた一つと高みを目指す君の姿を見て、とてもドキドキしたのを覚えています。僕は今、君の横を走れていますか？君を助けることができていますか？これから長い人生のゴールまで一緒に切磋琢磨しましょう。ありがとう。さあ、今回の出場選手はアルスアルマル選手です。解説の佐々木さん、はい、この選手の特徴は何ですか？あ、巷では、あの頭の中に火薬が混ぜ込まれているので、爆発物ではないかと言われております。あ、なるほど。なので、その威力も加えてくるんじゃないかなと考えておりますね。あっと、ここでなりましたね。さあ、ここで時間いっぱいとなりました。アルス選手、一体どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、大パンサークルに向かいます。私の取材によると、はい、アルス選手は最近悲しかったことを叫びながら挑戦するらしいです。あ、なるほど。ジャイルのバカ野郎。それではアルス選手の大パニック測定お願いします。ラス1の餃子を落としたこの野郎、バカ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 。結果は777キロ、大パン。さあ、こちらスローで見てみましょう。アルス選手、
777キロ大パンという非常に縁起のいい高得点が出ましたけれども、今の気持ちは気分いいですね。気分がいい。最高ですよ。あの餃子、うん、ラストの一かけらを落としてしまったと。そうなんですよ、はい、ポロって床まで転がっていってもう固まった、うん、ああよっぽど悲しかったんですね。食べ物の恨みはと言いますからね、うん、ということでワールド大パンクラシック現在のランキングはこうなりました。以上、解説は佐々木作さん、実況は私八代気づくでお送りいたしました。佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。